はい、皆さん毎度毎度、ドライカットかウェットカットかね、永遠のテーマ。これさ、ドライカットってさ、手抜きみたいに見られるのが嫌で、どうしてもちょっと濡らしちゃうってのあるよね。だけど最近のハサミはね、薄刃に研がれてるから、ドライカットでもどうってことないんだよね。で、昔のハサミでね、何回も言うけどね、ウェットカットじゃなきゃ切れねえつの。あと濡れ髪系のね、カットね、切りっぱなし系ボブね、これはやっぱり若干濡らしてないと雰囲気出ないよね。ドライでパサパサになってるとね。ドライカットの一番の欠点はね、なんか手抜きに見られるみたいなとこあるよね。なんか手抜いて切ってるかなみたいなね。あと耳周りの刈り上げなんか絶対さ、ハサミじゃなくてバリカンの方が安全だよね。で、パナソニックのリニア買ったけど、これ切れるね、やっぱりね。はい、リンクス先生、毎度毎度ね。あの例のね、前髪の切り直しの方は30くらい、ちょっとね、ズーズーしさが芽生えてきたっていうの。あの、それこそ20代の頃ってね、どこ行ってもね、お姫様扱いされてね、何でもわがままが許されるっていうのはあるよね、女の人はね。結局さ、美容料金っていうのが根本的に安いからね、30ぐらいの方だったらもう少しね、あの高級な店に行った方がいいと思うんだよね。カット8000円とかね、6000円とかね。それをシャンプーカット4000円の店来るっていうのはね、やっぱり最近のトレンドっつったら、ショートのおばちゃんだったら、まあそんなもんだよね。無難に切ってシャンプーして乾かして帰ると。じゃなくて、ロングで髪の毛多くて長くてね、これはもうどういう30歳の方かわかんないけど、髪の毛多かったら、で長かったら、でもってシャンプーカットだったら、もうロング割り増しね、乗っけていけば、まあ多分こういう人って来なくなるんじゃねえかな。美容業ね、まあ仕事やってると、うちもそうだけどさ、なんか問題があってからルール作るっていうの手に待っちまうけどね。まあルールね、今後ね、再発しないように作るべきなんだよね。多分ね、30ぐらいでしたかねっていうのは、記憶が曖昧じゃないってことはお得意様じゃないよねっていうことは、多分二度来ないよね。で、お得意様じゃないっつうのは、結構わがまま平気で言って、もう二度と来ねえっつうの。で、多分シャンプーカット4000円ぐらいだっけ、周りの店に比べて、まあ普通だと思うけど、若い方が行く店にしたら安い値段だと思うんだよね。若い方が行くんだったら、もうちょっと駅前の高料金店行けよみたいにね。少しでも安い店にね、来るお客さんってのは離れしてるからね。それこそ行ったもん勝ちよみたいにね。あと、うちのルールとしてはね、髪の毛の長さで、もちろんロングなのなんだのって決めるんだけど、あと毛量も追加してる。髪の長さ、毛量に応じて割り増しになると。若い方ね、髪の毛の量がすごく多いんだよね。長さがね、10センチぐらいだから私はショートっつってもね、なんだこの髪の毛の量はっつんでね、まあ、それでね、これもショートじゃねえよみたいなさ。まあそういうの一回トラブルあったよね。だからうちはそれっきり、長さは8センチ以下は、まあ8センチ以下のレイヤーだよね、ショート扱いで、長さが16センチまではミディアム扱い、16センチ超えたらもうロング扱いで、髪の毛が少ない方ね、毛量が少ない方ね、これはまあ別途あの考えると。問題が起きたらね、やっぱり再発しないようにルールはね、作るべきだよね。多分ね、過失割合ってのあるよね。交通事故も過失割合100対0ってのはなかなかないからね。リンクス先生ね、大手メーカーだったら対策書出せってなるよ。まあこれ、あの文句言ったり怒ったりするわけじゃなくてね、今後のことを考えて対策書を提出だよね。ほんでその書類ずっと上に回ってってね、反抗してね。で、最後はマニュアル化になるかもしれないよね。パーマやってのはそういうとこで、ね、適当だからね。だけど対策書になるとね、発生した経緯とかね、原因とかね、今後の対策とかね、再現実験っていうのもあるよね、あの製造業だとね。まあよくある話だよね、切り直しだのなんだのクレームはね。だけどやっぱりそのたんび対策ね、考えてルール作んないとね。再発するからね、多分再発しないと思うけど、また10年後に再発したりするからね。まあ忘れた頃に災害はやってくるね。はい、お疲れ様でした。これ全部さ、ココアクッキーにしていい？持ってんの？このあったっけ？あった、見つけた、うん、あ、そう。プレーンの方がいい？あ、お兄さんプレーンでいいって言うけど、ちょっと入れてもいいよ。今にココアがなんか食べたかった。あ、そんじゃゆりちゃん。だけどお兄さんなんだって、そんなココアの味になるわけじゃないでしょ。まあちょっとココアの味になるけど、ココア嫌い？いや別に、どうせ腹が減ったらみんな食っちゃうんだから。うん、うん、確かにココアの方がさ、うん、好きなんだよね、クッキー、うん。